ックボクシングに熱い青春の血の全てを叩きつけたキックの王者沢村忠の花と嵐の物語である。行くぞゴングだ飛び出せファイト、出てくるやつはワンツーパンチ、ノックアウトだ右のひねり、今だチャンスだ真空飛び膝蹴り、キックキックキックの鬼だ、男だ力の限り、逃げる奴には三段蹴りで肘打ちかわしてハンマーパンチ、今だチャンスだ真空飛び膝蹴り、キックキックキックの膝、そう見えるからね。まあね。あいてぇ、おお、痛い、いきなりひどいよ。おじちゃんが油断してるからよ。キックボクシングに隙は禁物です。ごもっともおっしゃる通り、今後気をつけます。は、もういいわよ、入っても。では失礼をおばいたします。している。いや、参った参った。さすが空手で鍛えた沢村さんだ。答えるぜ。沢村、あの男が沢村か。沢村さん、よろしくお願いします。よし、行くか。
選手、ボクシングの選手だな。ガードが、キックボクシングは空手ではない。もっと動く、もっと動くんだ。第一、君は足の動きがなってない。こいつは何者なんだ。それにしてもこいつはいい素質を持っている。いいバネをしている。よう、遠藤。よう。忙しいところを呼び立ててすまなかったな。いや、なかなかいいジムじゃないか。いや、お恥ずかしい。ま、お世辞はそのくらいにして奥で話そう。うん。なんだよあいつ。社長の知り合いらしいんだけど、なんだか生意気なやつだな。ちくしょう、あいつ俺の弱いところを見抜いていやがる。なかなかいい選手がいるじゃないか。うん、選手は優秀なのを揃えてある。あとは優秀なトレーナーが欲しいんだよ。キックボクシングのチャンピオンを育ててくれるトレーナーがな。そうだな。プロボクシングのトレーナーならいないこともないが、キックボクシングのトレーナーとなるとな。いや、そんなことは問題じゃない。いや、しかし。大丈夫。新しい格闘技キックボクシングは生まれたばかりだ。みんな一緒になって育てていくんだよ。そうか、そうだったのか。俺は見た。あの沢村の素晴らしいバネと蹴りを。キックボクシングには今まで俺たちのやってきたボクシングにないスピードと激しさがある。野口は俺の目にキックボクシングを見下がったに違いない。野口の目は確かにそう言っている。遠藤。よし、任しておけ。いるのか。心当たりがある。当たっとこう。うん、頼むぞ。おっ、おはよう。いや、相変わらず早いな。早々寝てられますか。私はいつも忙しいの。どう、調子は。ご覧の通り頑張ってるよ。ところで秀樹君はその後どうだい。それなのよ、言うこと聞かなくて困ってるの。今反抗期でしょ。そうか。じゃあ先にファイトファイト。見つかったかい。おお、一流のトレーナーがな。本当か。すぐ合わせろよ。慌てるなよ、いるじゃないか目の前に。え、なんだって。俺じゃダメかね。いや、とんでもない。しかしお前が来てくれるとは夢にも思わなかったよ。まあ、ボクシングのトレーナーがキックでどこまでやれるかわからんが、よろしく頼むよ。大丈夫、お前ならやれるさ。こちらこそよろしく頼むよ。沢村、紹介しよう。俺の古い友人で遠藤だ。沢村です。遠藤です、よろしく。では早速、この遠藤には君のマネージャーとトレーナーをやってもらうよ。え、僕の。そうだ。遠藤さん、どうぞよろしくお願いします。いや、こちらこそ。ところで遠藤、給料は。野口、水臭いぞ。俺はそんなもの当てにはしてない。え、ま、気にするな、そのうちがっぷりもらうから。そんなことより社長。社長。おい、社長って俺のことか。他に誰がいる。たとえ一文なしでもお使いするからには社長は社長だよ。こいつ、あんまり本当のこと言うなよ。まあ気にするな。ところで社長、入社に際して一言言っておきたい。改まって何のことだ。うん、沢村君もぜひ聞いてもらいたい。俺は野口社長の窮状を見かねて、友情から野口ジムへ来たのではない。野口社長が育てようとしているキックに、キックボクシングに惚れてきたのだ。
以上。遠藤、ありがとう。持つべきは良い友、それもどん底の時に手を差し伸べてくれる友こそ真の友だ。野口、頑張っていこう。なんだい、植木なんか持ち歩いて。盆栽いじりが俺の趣味でね。盆栽を育てるっちゅうのは選手を育てんのと同じなんだよ。コンピのいる仕事だな。それ行くぞ。来い。これぐらいで痛がるな。それ、うん、もっとリズムを取って。44、45、46、47、48、49、50。よし、練習上がり。沢村、君はまだまだ空手スタイルが抜けきってないな。それはどういう意味です？空手スタイルじゃダメということですか？ダメだね。空手はどっちかというと防御の格闘技だから、攻撃が命のキックボクシングにとって邪魔なんだよ。僕はそうは思いませんね。空手はキックをやる上に有利だと思っています。それは君個人の考えだろ。違う、遠藤さんは国際式ボクシングをやっていたからそう思うんです。そうじゃないさ。キックボクシングをいろんな角度から見ていってるんだ。君にはそれがわからんのかね。社長、遅かったですね。資金の方はどうでした？ああ、実はジムの運営資金とキックボクシングの興行資金を出してもいいという人がいてね。お、本当ですか？まだ格闘は得てないんだが、おそらく大丈夫だろうと思う。それじゃあ、キックボクシングの試合も近いですね。そういうことだ。まあ、こうなったら一日も早く沢村が大式の一流選手と張り合えるようにすることだ。野口ジムの野口です。先日お宅のご主人から訪ねてくるように言われたもんですから。あいにく旦那様は伊東の方へ出かけているんですが。そうですか。それではまた明日お邪魔させていただきます。大吾。はい。いっちゃげて。そら頑張れ。これぐらいの差がなんだ。ボクシングの命は足のバレだ。沢村、鉄の下駄履いたぐらいで下手ばっちゃタイの一流には勝てんぞ。
何くそ。そんなことを知らないでお願いします。わしはね、野口君、プロボクシングになら金を出す。しかしキックボクシングなどという海のものとも山のものともわからんものに金は出せんよ。待ってください。キックボクシングは今に人気スポーツになります。今にキックの時代が必ず来ます。君の言うことは本当なら目の早いテレビのほっとくわけがあるまい。それがどうだ、キックボクシングの木の字もテレビでは出ないじゃないか。まあ今回キックとやらに金を出すのはやめさせてもらうよ。チキショウ、俺は一人でもやるぞ。今にキックの素晴らしさを日本中の人に見せつけてやる。テレビ界にもキックボクシングのブームを作ってやるんだ、きっと。歯を食いしばって。パンチキックに耐えるためだ。もう一丁いくぞ。それぐらいの当たりによろめ。どうする、タイヤを跳ね返す気力でいけ。それもう一発。サムラ、起きてリングへ上がれ。今上がりますよ。金をリングへ上がれ。はい。いいか沢村、君は空手出身で攻撃されたことがないから顎は極端に弱い。だから打たれる、すぐダウンする。キックボクサーは顎は頑丈じゃなきゃいかん。いいか、遠慮なく沢村の顎を攻撃しろ。沢村は一切攻撃してはいかん。耐えられるだけ耐える。いいな。よし、始め。それ、遠慮するな。何をする？君は俺の言うことが聞けんのか？こんな特訓なんか聞いたことありません。言うな！君にはこの特訓が必要なんだ。必要ない。遠藤さん、僕は僕なりにそれこそ死に物狂いの特訓をやってきた。分かっている。しかし俺はトレーナーとして君に必要な特訓を施しているんだ。いや、僕にはそう思えない。遠藤さん、あなたは空手出身の僕に対して敵意を持っているんでしょう。邪推はやめろ。空手はキックに邪魔になるところが多いと言ってるんだよ。それ見なさい、現にあなたは空手をバカにしてるじゃないですか。待て沢村。沢村、君は空手では一流選手だった。しかし今はキックボクサーの新人だぞ。そのことを忘れんようにな。ボクシングバカにしやがったな。いけないかよ。
何？ボクシングと聞いただけで虫唾が走るぜ。この野郎。いいか、今度俺たちに変なこと言ってみろ。こんなことじゃ済まないぜ。おい、行こうぜ。チキショウ。あ、秀樹。柴田、なんてバカなことしたんだ。ほっといてくれ、チキショウ。今に見てやがれ。キックだろうが、ボクシングだろうが、僕の空手で打ちのめしてやる。柴田、かまないでくれ。秀樹、姉さんは黙ってろ。沢村さん、あんたは僕が空手を始めるとき、一意精神って言葉を教えてくれた。一つのことをやりだしたらとことんまでやれと言った。それがなんだ、言った沢村さん自身が裏切ったじゃないか。僕は裏切り者は許せないんだ。あ、待って沢村。すいません。いや、気にしなくていいんですよ。一位先進。ただし、男が一旦こうと決めたら、とことんまでやり抜く。それこそ死に物狂いになってやり抜くのだ。一位先進、この言葉を心に刻み込んでおけ。遠藤さん、無駄だ。なぜこの枝を切ったかわかるかい？君の目にはこの枝を切るのは惜しいと思うだろう。しかしこの盆栽を美しく生かすためには、これから伸びる新しい芽を出すためには、これが邪魔になるんだ。過去の君の空手は切る。そして新しい芽、新しいキックの技を磨き出すんだ。遠藤さん、僕はあなたを誤解していました。許してください。気にするな、分かってもらえばいいんだよ。俺はね、君のスパーリングを一目見た時、この男こそ新しい格闘スポーツキックボクシングを背負って立つ男だ。トレーナーとしての俺の務めは、君を一日も早く世界一流のキックボクサーにすることなんだ。遠藤さん。うん、沢村、明日からもっと厳しい特訓が始まるぞ。はい。口をしっかり閉じてろ。鉛の入ったボールだ。腹綿が飛び出すぞ。いいか。今まで気がつかなかったが、俺の心のどっかにまだ空手選手としての過去のプライドが残っていたんだ。一位先進、俺はキックボクサーとして人間の力の限界に挑戦するぞ。鬼がリングで見た星はキックのあけぼの告げる星、道なき道を切り開き、求めた試練も男なら、求めた未練も男なら、真空蹴りに夢をかけ、相手を倒しただけじゃない、七度転んで八度起き、掴んだ勝利も男なら、掴んだ王座も男なら。上が
互いに道をキックに求めようとする仲間たち、このロークにいかに報い、いかにしたらキックの良さを日本中の人に知ってもらえるか、野口はこの課題をテレビへの進出で果たそうと情熱を持って運動を開始した。果たしてこの熱意に応える者は誰か。次回キックの王に新しい